エール王の主な舞台になっているアルブヘイムには森だの山だ、もちろん人が暮らしてる町もあるけど、基本的には自然が多く残された世界だ。そう、結局一緒に行動する。まあアドミニストレーターが現れたり、俺の記憶がおかしくなったり、一体何が…何か言ったかしら。いいえ、何…とにかく今世界の状況がどうなっているのか。向こうから声が聞こえる。だから誤解なんだって。誤解誤解誤解。そうです。うるせえ、さっさとこっちに来い。揉め事みたいだな。どうするつもり。とりあえず仲裁に入るよ。プレイヤーなら何か情報交換もできるだろうし。よう、取り込み中悪いな。ちょっと聞きたいんだけど、あんたら。チッ、まだ仲間がいやがったか。構わねえ、数はこちらが上だ。まとめて叩け。え、ちょっと待てて。おい、言っても無駄みたいね。私が少し遊んであげるわ。光栄に思いなさい。任せてくれ。今回は私に協力してもらうわよ、坊や。敵だ。役に立つかな。次だ。じゃあやり合うじゃないのに。振りかかる人は払う。さっさとおとなしくさせましょう。石積みにしてあげる。おっと。試してみるか。引き上げた。あ、待てよ。助かった。怖かった。こっちは無事みたいだな。そうなの、ひどいんだよあいつら。私たちがやったと一方的に決めつけて。
お礼を先に言うべきか。助けてくれてありがとう。私はフーカ、この子はナビゲーション AI のレイジュ。ありがとうございました。レイジュは事情があって大きめサイズなの。事情？ちょっとね。それであなたは？キリトだ。で、クイネラ。キリトにクイネラね。いやー、さっきだった連中に囲まれた時はどうなることかと思ったよ。強いね、君たち。相当頭に血を上らせる。この辺りを探索してたらさ、なんだかプレイヤーが集まってざわざわんで近づいて立ち聞きしたところ、立ちの悪い PK プレイヤーキラー、この世界の殺人者のことだ。 ALO では許容される行為だけど、まあそれでも守るべき礼儀や作法ってもんあるからな。禁忌目録がないと不便なものね。禁忌目録？まあいや、こっちの話続けてくれ。うん、巻き込まれるのも嫌だったからそのまま立つの時。それはまた短絡的だな。だよね。もういきなりすっごい決めつけようでさ。私たち本当…なるほど。あれ、キリトはあっさり信じてくれるんだね。まあナビ AI が嘘ついてまでプレイヤーをかばうってのは考えづらいし。ああなるほど。それに俺たちの方もちょっと話を聞ける相手が欲しかったんだな。というと、もしかしてキリトたちは何…そうだな、記憶が混乱したり ALO にログイン中のはずなのにおかしな VR 世界に迷い込んでいたり。それに本来いるはずのないものに出会ったりね。そっか。心当たりがあるという表情に見えるわね。いやいや、そこまで大層なことじゃないよ。でも知っていることがあるなら。そうだね、助けてもらった恩もあるし。ふっか、大丈夫。とりあえずもう少し詳しく自己紹介させてもらうね。私の名前はフーカ、ALO、そしてこっちのネージュはナビゲーションピクシー兼開発のお手伝いをして開発サポーターのため。へえ、そんな調整が入って。それで拡張機能っていうと。思い出のシーンを再体験、過去を今にする新体験、ガラクシア。やったな、みんなのおかげだぜ。